はい、私がですね、日常業務を行う上で、あるいは、日常生活を行う上で、心がけていることはいくつかあるんですけども、まあ、ほとんどがですね、本を読んだり、人から教わったり、ということがほとんどなんですけれども、ほとんどすべてですね、その中の一つにですね、高い倫理観を持つと、こういうことがあります。特に何かの宗教をですね、信じているということではないんですけれども、倫理観ですよね、偉そうなことではないんですけれども、例えばですね、現在行っている役員報酬最適化による社会保険料節減支援ということで考えてみます と、 社会保険料を、ね、安くできるということはさまざまな人が言ってるんですよね。で、さまざまな手法があると。で、中には、違法というか、違法ではないけれども、ちょっとコンプライアンス上どうかとかですね、あるいは、役員さん、社員さんに一方的な不利益を被らせたり、そういう危険性があったり、という手法も、ないことはないですね。で、私どもとしましては、何でもかんでも安くなったらいいということではなくて、あくまでも継続的な経営の安定にお役に立つような手法しかお伝えしないと、お手伝いしないということを心がけております。そういった意味での倫理観ということの意味なんですね。単に安くなるということではなくて、もちろん適法、それから、合法、それから、会社の経営上役に立つ、今後のですね、将来ビジョン、あるいは、従業員さんのモチベーションアップにもつながって、というようなことで、デメリットができるだけ少ないような、方式での、節減支援をということに力を入れてね、情報をご提供しております。